では山中沢をギター講座に入りたいと思います。まず使ってる楽器をさらっと紹介します。ギターはフェンダーメキシコサイクロン、うん、で、エフェクターがライン6のディストーションモデラーで、ハイブリッドレインボーは、チューブドライバーというのを使っております。でアンプはフェンダーツインリバーブ、チューニングはこのような感じです。本当はボリューム4ぐらいかな、まあ、今日はちょっと3ぐらいで、はいはい。でですね、僕のギターはほとんど誰でも弾けるものなのですが、ハイブリッドレインボーはちょっとだけややこしいことをしております。まずライブではイントロダクションを僕のギターから始まります。これはコードは、G、そして C のメジャー7、D の6とで G といったこの、コード進行を回っていくわけですが、ちょっと変則的な押さえ方をしています。まずは、こういう音なんですが、5弦をミュートしてます。この人差し指で、6弦を押さえつつ5弦は軽く触れて音が鳴らないようになってて、こういう音を弾いてます。次にそのままこの人差し指が5弦に移った状態で C メジャー7になります。で D の6がこういう形ですね。でまた G、これをまあ続けて弾くとあのハイブリッドレモンのイントロになるわけですね。もうピーシャのギター弾けないんだよな。よくあのハイブリッド弾いて友達言われて、こっちを弾いても全然喜ばれない。それじゃないって言われるんだけど、わかんない。そしてまあこのイントロはそのまま、A の A メロにそのまま行きます。ほとんど沈んでるみたいな無人島と行きます。で、B メロに移ります。 B メロは、なぜか僕は、場所によって同じ C でも G でも押さえ方が変わったりします。 B メロの入り口は、ここのポジションを使って C を弾きます。次の G はここで、 A の この2弦を解放したアドナインってやつを出して E マイナーです。なぜか次の C はこっちのオープンの C になります。でオープンの G になって D に行きます。やってみますね。こんなんで意味あるの。でサビですけど、まず C、 普通のオープンの C、 そして G、 A マイナー、で次のこの E のマイナーないんです。このこれは結構重要ですね。ただの E マイナーではちょっと決まりません。で次 C なんですが、このアドナインという2弦の3フレットを入れた音を入れるとちょっと美しい感じで、ほとんどこれを繰り返しです。で感想は C と G ずっと2コードいくんですが、この場合もオープンで C のアドナインで G の、その2弦の3フレットを押さえたようなオープンの G ですね。これを、真鍋くんがあのソロ弾いてる間にいかに激しくいくかという。これでもう大丈夫です。こんなもんかな。これが全部、全部だな、これで。
構だ、決め手はこれですね。あの最初の A メロイントロのこの変則的な押さえ方が決まればもうハイブリッドができたの、うん、当然で。ちなみにこの僕のイントロギターも真鍋くんは弾けません。じゃあ頑張ってみてください。